ブラジルのリオデジャネイロはまもなくオリンピック開幕当日を迎えます。お祭りムードが高まる一方で、開会式の会場近くでバスジャック事件が発生するなど、治安面の不安は残ったままです。中継です。まもなくこのコパカバーナビーチのエリアに聖火が入る予定です。深夜にもかかわらず、沿道には子どもたちも大勢集まってきています。財政難で医療や教育に十分な予算が回らない中、先月の世論調査では開催に反対する市民が半数を超えました。しかし実際に聖火を目の当たりにした市民は興奮を抑えきれない様子です。De passou aqui agora. Como sentiu? Como foi? Ah, emoção. Foi muito emoção. Vontade de gritar, 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 gritar bastante. Você está alegre? Qual é a sua emoção? Como você sentiu? Eu estou muito feliz. そうした中、開会式の会場近くでは拳銃を持った2人組の男が外国人観光客ら30人以上が乗ったバスを襲いました。男らは運転手に行き先を指示し、30分ほど走らせると乗客からスマートフォンや金品を奪って逃走したということです。またリオの市長は渋滞などの混乱を避けるため、自宅から外出しないよう市民に異例の呼びかけをしています。しかしこの辺りでも開会式に出席するテメル暫定大統領への抗議デモが予定されていて、開幕初日から混乱は避けられない状況です。